皆さんこんにちは。神の神チャンネルへようこそ。湘南美容 AGA クリニック新宿院院長のドクター笠井です。本日は湘南 AGA のドクター荒川自らの AGA 治療体験インタビューに診断編です。湘南美容クリニック AGA 新宿院院長の笠井です。湘南美容クリニック AGA 新宿院荒川です。これがですね、今日撮らせていただいた、写真になりますが、これはまず正面から見た時ですね、もう明らかに薄くなっているというのが分かります。必ず AGA というのはこのヘアライン M 字部分から発生します。ほとんど 99% ですね。でその後でいろんなパターンを経て、このようにですねパターン化で進行してくる。もう荒川先生の場合はパッと見てもおそらくそうですね、6または7までいってるかというところまで来てますね。ですので、これだけでも先生の場合 AGA だと、もう診断しちゃってももちろん間違いないですね。次に AGA の診断というのはマイクロスコープですね、50倍に拡大して診察させていただきたいと思います。はい、これがですねマイクロスコープの先生の画像になります。ちょうど左側ですね、この辺り、M字のこれがですね、真ん中ですね、これですね。で、これが右側です。で、だんだん後ろに来まして、ちょうど先生の一番気になってらっしゃるこの頭のてっぺんですね。で、これが頭の後ろです。こうやって見ますと、全然違います。次回は治療編になります。神の神チャンネルでは、髪の毛、AGA、植毛、眉毛など毛の悩みについて解説しています。チャンネル登録よろしくお願いします。